はい、スタミナも大丈夫だと思うんですけど、まあ皆さんがね、少しでも多く、ナナミン推しの、はい、皆様が当選することを願ってます。あ、何？イースターのあれ、グッズじゃない、ギフト、ありがとうございます。卵だ、卵。うん、いやもうね、全力で頑張りますよ。なんか、なんだろう、もし私がファンだったら、なんか4公演って、そう、1日4公演ってなると、もう夜公演体力持たなくて元気ないんじゃないって思うんですよ、私だったら。そう、私がもしアイドル好きで、そうそう、だったらそう思うんですよね。そうそう、なんかこれは結構もうアイドル入る前から思ってたことなんですけど、例えばコンサートとか公演とか、そう、昼夜公演なんかあるコンサート、あるライブって全然ダメなんじゃないとか、昼公演手抜いてるんじゃないなんかそのかなって、体力的にねって思ってたんですけど、でもね、全然ね、もうそんなことなくて、アイドルに、これはアイドルになってから分かったことなんですけど、もうね、全然どっちも全力、アドレナリンが出て、そうそう、全然疲れないんですよ。うん、だから皆さんも安心して、昼公演も夜公演ももうどちらでも私の全力が見られるので、はい、どっちもね、安心して応募してくださいうん、です。うんうんうん、そうだからね、もう18日の日曜日はどっちも現れます。一部も二部もどっちも現れるので、よろしくお願いしますはい、うん、いや、ヘトヘト、4公演なんて全然大丈夫ですよ、私、うん、はい、なのでね、ぜひ来てください皆さん。あと10日にもね、10日に春香村公演あるので待ってます。春香村公演ね、絶対楽しいですよ、次いつも楽しいですけど、うん、あなたなら大丈夫、ありがとう。あ、ギフトもありがとう。しっかり休憩してね。ね、さすがに18日の昼夜の間は休憩しますうん、当たるようにお祈り。当たって、みんな当たって、サイリウム見たいからね。うん、はい、劇団春香村ね、しっかりあるのでよろしくお願いします、うん、みんな全員当たってほしいね。ねえ、18日は、じゃあ18日はもう私をね、応援してくださる皆様でもう埋め尽くされるように劇場が願っております。サイリウムね、水色と紫で埋め尽くされるように、うん、昼夜公演の合間ってお昼寝とかする？あ、そう、お昼寝問題よく聞かれるんですけど、なんか私は逆に寝ちゃうと体重くなっちゃうんですよ。そう、横になっちゃうと、なんかね、で寝ちゃうとすごい起きた時に体重くなっちゃうから、あんまり寝ないようにしてます。うん、私はそう、寝るとね、逆になんかね、疲れちゃうんだよね。結構短いから、その寝れるとしても結構30分とかしか寝れなくて、時間的に、うん、だからだったらいいかなって。私何してるかな、いつも昼夜声の間、割とでもメンバーと騒いでるかも、うん、そうそうそう、うん、
メイクのメンバーと喋ってますねいつも、ですね、あんま寝ないかもしれない。そうそう、中途半端なね睡眠を取っちゃうと逆にねわーってなっちゃう。でも前寝たことある、うん、あるんかいっていうありますよ、全然寝たことあります。こんばんは、あ、こんばんは、すごい、え、なんか初見さんが多くて嬉しい、ありがとうございます。うん、そう、最近は公演の時はあのサッカー見てましたね。そう、サッカーを、あの公演とね、ホーム戦の日が公演の日多かったんでサッカー見て、あのうるさくしてました。それはそれは48タイムズ、あ、48タイムズさん見ていただきましたか、あの山ここ公演のはい、メンバーで取材をさせていただきました、していただきましたのでぜひ読んでください。あ、ショールームフォローしました、ありがとうございます、嬉しい、見た、ありがとう、嬉しいです。あとでまたあの SNS でも告知しますね。ななみとサッカーの話した、え、嬉しい、なんかもう最近めちゃめちゃあのそうそうお声をいただくんですよ、うん、お話し会とかおしゃべり会でサッカーの話がしたいって、いや私もめちゃめちゃしたいです、うん、だからなんだろう、もし次ねまたおしゃべり会で始まったら皆さんも絶対来てくださいでもちろんサッカーの話じゃなくてもラーメンの話とか公園の話とかもう何でも何でも待ってるので、いやもうねもう完売で買えないよってなるくらい皆さんぜひねお願いします、うん、全然どんな話でもしましょう、うん、はい、なのでね完売目指して頑張ります。でもね本当に嬉しいことにそのおしゃべり会の回を重ねるごとに完売が増えてるから、 それが本当に嬉しい、うん、ねえ、だからね、まあ今年まだ今月2月3月、まあ最近ここ、まあ、数ヶ月はおしゃべり会できてないので、そう、またやりたいですね、うん。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。つかみはアニメ見たりする、アニメは、あ、最近見てないですねアニメ、うん、でも中学生の頃とか高校生の頃とかはアニメ結構見てました、うん、友達からおすすめされたアニメとか、でも一番ハマったのアニメはラブライブかな私、うん、あとグール、東京グールとかもめちゃめちゃハマった。あとアニメ、アニメね、中学生の頃見たアニメ、ワールドトリガーとか、うん、今おすすめのドラマ、今ねドラマ見てないんだ何にも。そう、あの終わったじゃんレッドアイズレッドアイズ終わってからもうレッドアイズロスで何も見てない。アイカツ見てないんですよ私、見たことなくて。こんばんは、あ、初見さんありがとうございます、こんばんは、うん、ドラマでもまたね始まりますよね、いろいろ。鬼滅、私鬼滅あんまりね、そうそう、いや面白い、面白かったけど、でも映画とかね結局見なかったんだよね、見たかったけど、うん、恋と狼に騙されない、え、なんだろうそれ、アニメ恋と狼に騙されない、わかんない、聞いたことないな、アニメかな、なんだろう、うん、ななみちゃん公演の日いつも晴れてるけど、え、本当？嘘晴れ女晴れ女かな、やった、うん、私あれ見たいね、4月、あのコナン、名探偵コナン映画、コナン、それ今月ですよね、
ずっと待ってて、そう一回延期になったじゃないですか、あの公開が、うん、それでコナンをね見たくて見たくて、ドラゴンザクサクラザクラ、あー CM で見たかも、見たい、東大がって言ってた気がするな、うん、そうそう、皆さんはどんなドラマとかなんか見てますか、ドラマとかなんかさ、今若者の中でさすっごいなんかなんていうの、恋愛リアリティショーみたいな、あの何その人のなんて言えばいいの、恋愛を見るみたいな、うん、そういう番組なんていうの、恋愛ば なんていうんだ、すっごい流行ってるじゃないですか今。なんか結構もう若い子の高校生とかそう言ってますよね。私全然そうそれ全く一回も見たことなくて、そうそう、なんかたまに友達から新潟の子出てるんだよって、そうそう新潟出身の子みたいな出てるんだよ結構話とか聞くんですけど、私全くその番組とか見たことなくて、そうなんかでもね見たらなんか見たらみんながハマるくらいだから面白いんだろうなとは思うんですけど、そうそうそう、ギフトありがとう、恋と狼に騙されない、あ、やっぱなんか聞いたことあったんだよね、なんかさ最近の JK とかがさ口を揃えてなんか狼みたいな、狼見たみたいな言ってるのを会話を耳にするんですよ、そうだって昔はそういう他の人のなんか恋愛を番組にするとか全くなかったじゃないですか、そうだからすごいですよね、そんなんあるんだって、私見たことないんですけど、なんかそれに出てたそうタレントさん、そういうリアリティショーに出てたタレントさんが今結構バラエティで活躍してるとかいうパターンもよくあるじゃん、夢がめっちゃハマってた、あーそうかもしれない、言ってたかも、うん、そうそう、だからちょっとテラスハウスみたいな感じかもしれない、うん、そうテラスハウスとかも見たことあるんだけどあんまりね、そうそうハマれなくて、でもハマったら面白いんだろうなと思って、うん、そうだから出てみたい、いやちょっと私はいいです私はちょっといいです、テロップ来た、テロップ来た、テロップありがとうございます、やっぱ私はあのサスペンスが好きですね、うん、私はサスペンスが好きです、サスペンスリアリティショーなら出ます何それって、何それ、うん、そんなんないでしょって、ないサスペンスリアリティショーそんなんないでしょって、うん、どういうやつ、どういう番組なんだってね、うん、確かにそ刑事物にサスペンスでリアルはダメですよね、うん、逃走中で、逃走中、いやなんか逃走中ね妄想したことあるんですよ、もし自分が出たらどういう立ち回りをするか、なんかあるじゃないですか、もうミッションとか参加せずにあの隠れて隠れてハンターにも見つからずにクリアするか、
ミッションめちゃめちゃ参加する、もうめちゃ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 参加してもハンターにで追いかけ回されても逃げて逃げて逃げて逃げ切る。あともう一つが今、あと最近逃走中見てないんで、もうずっと今そのシステムあるか分かんないけど、あの途中で自首する、自首するみたいな、そうパターン3つ、まあ、大きく分けて3つパターンあるじゃないですか。で私がもしね出たら、どうするか。いや私はミッションに参加しますね、きっと。せっかくね、うん、せっかくそう出場させて、出演逃走中に出れるなら一回くらいハンターに追いかけ回されてみたいな。あるある変わったんだね、今ちょっと分かんないんですけど、そう最近やってたのかな、なんかトレンド入ってましたね無知すぎてテレビとかねあんまりね見ないんでね、まあ、捕まっちゃいそうですけどね私っていう妄想はしたことありますね。はい、私は攻めます、きっと攻めます攻めます、うん、サントピアワールドでやったし、楽しそう、広いですしね、いいねいいね、うん、あとねよくメンバーで話すんですけど、ラブラ2でやってみたいねみたいなラブラ2で鬼ごっことかかくれんぼとかしたくないみたいな勝手に言ってます、うん、そうそう、もうはラブラを熟知してるからさ、私はどこを隠れるかな、ねラブラ2の私あそこ隠れます、あの劇場 の NGT 劇場って書いてある壁あるじゃないですか、あそこガラス面でなんか中にボール入ってません、ボールそうボール入ってるじゃないですか、あそこに紛れます、ふしゃ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 って、うん、無理か、それかマネキンになる、あそうコメントでマネキンになりきる、うん、そうそうそう、やると思った、そうそう、あそこに埋まります、あのピンポン玉の中に埋まります、うん、あそこ入れるか分かんないんですけど、言っちゃっていいの、うちらが反対になるかもしれないのに言っちゃった、じゃあちょっと今のはあの内緒であそこ入れるかな私、うん、確かに怒られますね、そんなことしたら入っちゃいけませんよって、うん、しかも入れないですしね絶対に、ね、なんか楽しいですよねそういうすごい自分たちとゆかりのある地でそういうのができたら、うん、まあ、やっぱ一番はあれあのマネキンになりきることが、うん、マネキンと同化する、でもザラとかさ、ザラのザラのマネキンになるみたいな、うん、ね、楽しそう、うん、ビッグサンで鬼ごっこ、広い、もう絶対逃げ切れますよビッグスワンの、もう、はい、絶対逃げ切れる、もう だったらピッチの真ん中に立ちたいですね、じーって、うん、劇場の壁車に埋まる、いいね、もう顔くり抜いていこう、同じ顔してみたいな顔で、うん、いればバレないかも、そうそうそう、ね、すごい妄想が広がりますよねそういうのこんな話初めてしました皆さん、面白いギフトありがとう、
ね、楽しいね。だるまとお花ありがとうございます。そう、あとね、最近のご報告、私あのイヤホン、こういう Bluetooth のイヤホン持ってるんですけど、ケースをねずっと探してたんですよ、うん、そうケースずっと探してて、あどうしようかなと思って、この間お買い物行った時にもう運命的なイヤホンケース、イヤホンケースじゃないと思うけど、運命的なケースとの出会いをして、あちょっと今ないんですけど、なんとなんか飛んでる、なんとハンギョドン先輩の、そうハンギョドン先輩のちょうどイヤホンが入りそうなケースがあって、あこれはもうで、なんか大きさがすっごく絶妙で、あーこれイヤホン入るかなどうかなって思ったんだけど、もう可愛すぎたんでもう一目惚れして買ったんですよ、うん、で買って今日ねイヤホン入れてみたらぴったり、もうジャストサイズ、やったって言って、もう超可愛い入ったんです。もうメールで送ったんですけど、今日めちゃくちゃ可愛かった、サイズがジャストサイズすぎて嬉しくって、うん、そう、で逆にジャストサイズすぎて、ジャストサイズすぎて、あのちょっと出しにくいんですけど、まあいいです、可愛いんでちょっと家計に勝ちましたね、うん、もうね、うん、買うしかなかった、そうだから買いました。もう超絶超絶可愛いって感じです。超絶可愛いハンギョドンっていう感じなんですけど、嬉しかった。うわもう30分喋ってたそうぴったりだったの、嬉しかったです。ハンギョドンコールどこにカバンにつけ、いやどこにつけようかな、でもさ結構カバンにつけたらさすっごい目立たない、うん、カバンに、え、なんかついてる人いる、あれなんかハンギョドンのカバンについてるよって、うん、結構目立つとは思うんですけど、まああのカバンの中に入れておきます。はい、生まれ変わったらハンギョドンで、結構ハンギョドンに焼いてるね、あの方が数名かわいい、うん、ハンギョドンに嫉妬、大丈夫ですよ、ハンギョドンはあのペットですから、かわいい、すごい可愛いの手に入れました、うん、そうそうそう。でね、あと私あのペット飼ってないんですけど、でも最近すごい、あーペットなんかワンちゃんとか猫ちゃん可愛いって、もう可愛い欲がすごくて、でよくそうペットショップ行くんですよ私最近最近 の、まあ、あのちょっとした趣味、ペットショップに行くのが好き でなんか見れるじゃないですか、こうガラス越しに、すっごい可愛くて、もうペットに癒されるのが好きなんですよ、そう超癒されるんです、うん、そう猫カフェあのの前だけど、この間の INGT48 ラーメン部の放送でもあった通り、猫カフェに、ね、あれ中入れなかったの、番組で猫カフェに行ったんですけど寄り道で、そう
猫カフェの前までは行けたんですけど、まあ、入れなかったんですけど、そうそうそう、猫カフェ行けたり、あれもすごい嬉しかったんですけど、そう、ワンちゃんとか見たり、犬派猫はどっちってそう決められないの、もう最近ね、どっちも可愛すぎて、うん、そうそうそう。でこの間あのペットショップ行ってこうじーって見てたら、店員さんがワンちゃん抱っこしてみますかって、そうめちゃ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 優しくて可愛い女の店員さんがワンちゃん抱っこしてみますかって言って、私はもういやいや無理です無理です無理です、そんなそんな無理です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 って言ったんですけど、でも大丈夫ですよってきっと喜んでくれますって言ってくださって、店員さんがうあかわいいと思って、では失礼させていただきますって言って、こうもう私あのワンちゃんを抱っこした経験が本当になくて抱っこできないんですよ私、うん、赤ちゃんとか大好きで全然抱っこできるんですけど、ワンちゃん抱っこしたことなくて本当になくて、でも私いや絶対できないよって思ったんですけど、あの可愛い優しすぎる店員さんがそう言ってくださったので、じゃあ失礼しますって思う。でも消毒しまくってもアルコールもシャ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 ブラブラブラって私お願いします、でも抱っこの仕方がわからないからこう店員さんに教えてもらって、こう手曲げてでこうやって曲げててくださいって言われて、こう椅子に座って手曲げてくださいって言われて、はいってそうそう、あのほんとあんまりなくて、そうなんか親戚のそうペットさんをちょっとあのもうぎこちなさすぎる抱っことかはさせていただいたことあるんですけど、でそのワンちゃん超ちっちゃくてもうなんかほんともうお手玉みたいにちっちゃかったんですよ、うん、でこう腕曲げててくださいねって言ってこう待ってたらワンちゃんがもうスポッて収まって、もうトイプードルちゃんで超可愛くてもうちっちゃくてそういい子だし全然暴れたりしないし、うん、でなんかもうなでなでってもうで私緊張して動けなくて、そうそうどうしたらいいんですかって、あ大丈夫ですよそのままでって言われたから、そうそのままでいたらワンちゃん全然動かなくて、えワンちゃん動きませんねって言ったら店員さんがワンちゃん寝ましたねって言って、私の腕の中でワンちゃん寝ちゃったみたいな、そうそう、ね、寝てました、はい、ワンちゃん寝ました、私の腕の中でせやせやと、可愛すぎてもう3分くらい動けなかったですうん、そうそう、写真撮ってなかった、もう緊張しちゃってそう、でもあーお持ち帰りしたいって思ったんですけど、ぐっとこらえて、もう睡眠中申し訳ないんですけど店員さんにありがとうございましたってそうあのお返しさせていただきました、うん、そう最近のもう超癒されたエピソードでした、私の高くてもうね1時間くらいそのワンちゃんのぬくもりが忘れられなかった、うん、赤ちゃん抱っこしたことあるある、赤ちゃんね、もうね赤ちゃん大好きだから抱っこしたことあるよいっぱい、うん、でも犬の赤ちゃんはなかった抱っこしたこと、そうだから緊張した、うん、赤ちゃん大好きなんでね私、子供大好きな、そう私の特技だから赤ちゃんを寝かせること、そう、 うん、
ねえ、ね、だから新しい何ペットさん、ペットさんねお出迎えしたいところなんですけど、うん、そうそう、なかなか一歩踏み出せない。素敵な話でしょ、でしょ、もうね話したかった。うん、そう、赤ちゃんの子守とかめちゃめちゃ好きなんで可愛いよね、私ちっちゃい子本当に大好きなんですよ、可愛いから、うん、癒される劇場で寝てもいいですか、ちょっとちょっとね劇場で寝るのはちょっとちょっと申し訳ないんですけど、劇場ではね起きてていただいてうん、そうそうそう、だからね好きなんですよ。赤ちゃんのプニプニの可愛いよね、わかる、私は赤ちゃんの指が大好き。あのさ、こう出す、こう握ってくれるじゃん、もうあの瞬間が一番好き、たまらんですね、うん、そうそうそう、握ってくるのすごくない、たまんないよね、うん、そう握ってくれるの不思議だよね、そうそう、あ尊いってなる、本当にですね。いや全然ね、早く本当に握手会したいですね全然関係ないですけど、そうそうしたいな本当に、うん、おしゃべり会もね本当楽しくて大好きなんですけどね、やっぱ握手会には勝てないじゃないですか、だから早く皆さんとお話ししたいです。そう握手がありますからね、握手会はその名の通り、うん、その名の通り握手がありますから、私がもう私に私好みのイベントですよね私好みのイベントってなんか変態みたいになっちゃいましたけど、うん、はい、なんでまあ早く私握手会がしたいですね、うん、はい、ということで、おっと私はメールを送りな、メールを送りたいのでこの辺で終わりたいと思います、今日は、はい、今日もありがとうございました、楽しかったです、また明日も配信したいなって思ってるので来てください、今日もありがとうございました、おやすみなさい、ありがとう。